インドワイン。インドワインとは、インド国内で生産されているワインを指す。インドにおける一人当たりのワイン消費量は9ミリリットルである。インドのブドウ栽培には、長い歴史があり、その始まりは、インダス文明の時代、ペルシアからブドウが持ち込まれた時期にまで遡る。アルコール飲料の生産は、インドの歴史のほぼ全てを通じて見られるものの、ワインの生産は、 ポルトガルドイギリスによる植民地支配の時代に特に奨励された。19世紀末、禁酒令に伴う禁酒運動に引き続き、ブドウネアブラムシの繁殖がインドワイン産業に大きな打撃を用た。大英帝国から独立すると、インド憲法は政府の目的の一つに禁酒があることを宣言した。複数の州において禁酒が進み、インド政府は ワイン農場を食用ブドウやレーズンの生産へと転換するとを奨励した。1980年代から1990年代には国際的な影響からインドワイン産業の復活が起き増加する中産階級においてアルコール飲料に対する需要が増え始めた。21世紀に入り需要は1年に20から30%の割合で増加している。ワイン生産は 紀元前4世紀頃、ペルシア人商人により、インドに持ち込まれたと考えられている。歴史学者は、持ち込まれた当初のブドウ栽培は、アルコール飲料の生産よりも、食用ブドウもしくは、グープジュースを生産することが、主目的であったと考えている。ベーダ時代の紀元前2000年から1000年には、アーリア人部族が酔う、作用のある飲料を愛飲していることで知られており、 この飲料が現代のワインのようなものであったと考えられる。ベーダの宗教書では少なくとも一つのワインと関連性のあるアルコール飲料スラーが述べられており、これは蜂蜜と共に発酵させたライスワインの一種であると考えられる。ブドウを原料にしたワインの最初の言及は、紀元前4世紀後半、マウリア朝の王、チャンドラグプタの食事を提供していたウティリアの記述に、 見られる。カウティリアは、自身の著書において、アルコールの使用を非難している一方で、王と彼の側近がマーデュ、マデュとして知られる、ドウ酒の一種に感激しているとを記録している。マウリア朝時代の祝祭時の飲料として、金馬が記述されている。時代を経るに従い、ワインはクシャトリアもしくは、貴族階級の特権的な飲料となった一方で、低いカーストのものは小麦、 大麦、雑穀から作るアルコール飲料を摂取することが多かった。イスラーム教国家であったムガル帝国の下では、イスラム教の飲食に関する規則に従い、アルコール飲料は禁止された。しかし、少なくともジャハーン・ギール・ミカドは、ブランデーワインを愛飲していたとが報告から、分かっている。16世紀ゴアのポルトガル植民が、ポートワインを国内に持ち込み、 主制強化ワインの生産が他の地域にもすぐに広がっていった。ビクトリア町のイギリスによる支配を受け、ブドウ栽培とワイン生産はイギリス植民に対し国内でワインを提供するため、生産が強く奨励された。ワイン農場はバーラーマティー、カシミール、スーラト地方に特に重点的に配置された。1883年の軽かった国際、博覧会では、 インドワインは歓迎の催しで展示された。インドのワイン産業は最盛期を迎えていたが、ブドウネアブラムシの爆発的繁殖により、ワイン農場経営は衰退に向かった。19世紀末にワイン産業の衰退が起きてから、インドのワイン産業が復活するまでには長い道のりがあった。禁酒運動はインドの多くの州で、 アルコールが禁止された1950年代に発展、最盛期を迎えた。ワイン農場は、ブドウ栽培の廃止、もしくは、食用ブドウやレーズンの生産へと転換することを、奨励された。ゴア州のような地域では、ワインの生産を続けていたものの、生産されるワインは、通常極めて甘口で、アルコール度数も高かった。現代のインドワイン産業の転換点は1980年代。 初頭、ゴア州でトニアグループが設立されたことにある。フランスのワインメーカーの援助を受け、トニアグループは、カベルネソービニオン、シャルドネ、ピノブラン、ピノノワール、ユニブランといった品種のヨーロッパブドウの輸入をし、通常のワインとスパークリングワインの生産の両方を開始した。増加する中産階級の出現が、インドのワイン産業の成長と発展を促し、 他のワイナリーもトニアグループの動きに続いた。インドは大陸の大部分はドウ栽培に適した土地ではないものの、気候の多様性の大きさや地質の面ではワインメーカーの成長に適した生育環境が存在する。インドでは夏季に向かって気温が極めて高くなり、モンスーンが襲来する傾向にある。インドのワイン生産地域の多くが熱帯気候に分類される。 従って、冷涼な空気と熱風からの保護のため、ブドウは標高の高い斜面や丘陵地で栽培されることが多い。インドのワイン農場の標高は、カルナータカ州で平均約200メートル、マハーラーシュトラ州で約300メートル、西ガッツ山脈の斜面で約800メートル、カシミール地方で約1000メートルとなっている。 夏季の気温は最高で摂取45度まで上昇し、冬季の最低気温は摂取8度まで低下する。6月から8月までの成長期の間には、平均降水量は625から1500ミ、mm、リメートルに達する。インドのワイン農場は、パンジャーブ州北西部の温暖な気候の地域から、タミルナーデの南部地域まで広がっている。インドの大規模ワイン生産地域は、 バンガロール付近のマハーラーシュトラ州、カルナータカ州やアンドラプラデーシュ州、テランガーナ州にある。マハーラーシュトラ州内では、ワイン農場はデカン高原やバラマティー、ナーシク、プネー、サーアングリー県、ソーラープル県などの周辺地域に設立された。国内の東部地域は、高い温度と湿度によりブドウ栽培活動が制限、されている。 インド国内のワイン生産地域は、気温、湿度ともに高く、ワイン農場で生産するブドウは、様々な品種を選択することが可能である。葉の覆う部分を増やしうどんこ病を引き起こしやすい、地上から隔離するため、ブドウの鶴は竹やパーゴラのワイヤーに這わせることが多い。ブドウの葉は果実を日光から守り、パーゴラによる配置は、鶴の密集を避け、通気性を良くする効果がある。考えは、 インドのワイン生産地域の大部分において重要事項であり、1980年代以降は天敵考えが広く使用されている。熱帯気候は年間を通し頻繁なバウチが必要となる高い生産性をもたらす。ブドウの収穫は通常2月に手作業で行う。タミル・ナードやカルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州のような極めて温暖なワイン生産地域では、 一年に二回ブドウの生産、収穫が可能である。インドは複数の在来食用ブドウ品種の生まれた土地であり、これらのブドウは、アナベシャヒ、アーキャバタイ、アーキャシュヤムでは、ワイン生産にも一般的に利用されている。人気のある国外のブドウ品種としては、バンガロールブルー、イソベラヤグーラビー、ブラックマスカット等がある。トルコのブドウ、サルタナが、 インド国内で最も多く栽培されているブドウ品種であり、国内のブドウ農園の全面積6万ヘクタールの半分以上を占めている。シャトーインダージュ、シャトーインダゲが栽培するフランスから輸入したブドウ品種に加えて、ソービニョンブラン、ジンファンデル、シュナンブラン、クレレットブランシュがインドのワイン産業において存在感を高めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。